した後はこっちから撮ってもらうと分かるけど、手がこうなってんじゃないですか。ああ、ね、上に向いていく。はい。これがパチンって当たった後にこうやってねじらなくていいってこと。勝手に離すと、はい、バットがこう当たった後はこのままこうやって動いて、打った後このままこう終わるようにしてもらう、はい、手のひらが下にこうやって片手で振るとさ、こうやって動いてる感覚でパーンって打ったら手のこのひらがこうやってバットが降りてくる。でこうやってなったからってインコース来た時にこうねじる打ち方してると全部パーンってこうやって打ってファールになっちゃう。カッとこうやってやるから、こうやって引っ張れないみたいな感じ。ってことは手の甲がこう常にグワンって打ったら後ろまで回るぐらい。これねじるとさ、後ろまで回らないだろ。ね、回らないでしょ。パーンって打ったらこっち回ってくる、ってくるぐらいにならない。はい、うん、そうそうやって練習すると正しい手首の返り方。そう、うまいな。そうすると、きれいに左手の甲がパチンと打って、このままこうするんじゃなくて、このままのままずっとこうやって動いて、はい、そうで、この辺でパッと落としたら手のひらが下向いてれば正解。下向いてる？微妙？ほら、上向いてる。片手で振ってごらん。左手だけで手やって、うん、左手だけでこうやって打つとこうやってできるように練習すればいい、はい、こうしたくなるんで返したがるじゃなくて打ってるだけだから。あとこの寝てもいいから右手がないわけだから、インコースこっちに持ってこれるだろ。肘抜けるだろ。肘抜いてごらん。そういうことなんだ。そうするとインコースが打ちやすくなる。外にも届くし、インコースも打てる。あ、上手。手のひらが下に向いて終わるといいんだけど、どうしてもインパクトをこうやって迎えようとする。返して。悪い方先やって。はい、さっきまでやってたやつ、はい、左手がスローで見ると左手が上向いて終わってる、はいはいはい、上向いて終わってました。はい、はい。直したやつやってみようか。上向いてんだ。上向いてますよね。上向いてる、向いてる。悪い方って返してるとこういうふうに終わる、うん、はい、こういう終わり方するんだけど、こうやって、はい、下向いて終わるように、はい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 、こうやって終わるとぐるっと回る、はい、バットの手をこうやって使ってるような感覚。でも絶対に前の壁がしっかりしてるとこうやって使ってても絶対パンって返る。返ったらこのまま終わりたいの。こうやってインコースこうやって打ちたい。
悪い方をやるとこうやって、はい、どうしてもこう返す感覚があるからさ、バット振った後バット下に置ける、置いてみせたらバッて離して、置きやすいだろ、はい、下に置けるやん、こうやってるとねじってるから置けないじゃん、あ、ね、上上がってた、はい、これだったよね、はい、なってこう置けるように、だからこう振ったらね、こうなるよ、それ練習してください、はい、あ、ダメなってる、こうすごいね、アッパーで振ってごらん、できるから、すげえアッパーで、アッパーで振ると返らないんだよ、これもっと地面打つように振ってね、地面振るようにブンって振ってね、これできたろ、ね、はい、アッパーで振るとこうねじれない、こうやって動いていって、あ、できた、その感覚を上でもできるようになればいい、うん、いや、これ秘伝のタレなんだよ、これは今取っちゃいましたね自然になんかした気分、そうそう、自然にそれ覚えて、はい、ありがとうございます、はい。